フリニーどもは蹴散らしてやったぞ。そろそろ観念するんだな。そんな、可愛いプリちゃんたちに乱暴するなんてひどい。自分で足止めさせておいて何を言ってんだか。次は貴様の番だ。覚悟しろ。なんだフロン、邪魔をするな。ラハールさん、落ち着いてください。要はシシリーさんが魔王になるのを諦めてくれればいいんですよね。まあそうだ。だったら話し合いで解決できますよ。私に任せてください。シシリーさん、魔王の座は諦めてください。いや、すみません、ラハールさん、失敗しちゃいました。お前が諦め早くてどうする。漫才やってていいんですか。あの子またなんか呼び出してますよ。ドリアン、ドラゴン、ドラニャーゴ、ドラゴンよ、私を守って。わあ、すごいです。ドラゴンまで呼び出せるみたいですよ。感心している場合か。来るぞ。同情する気はないぜ。行きます。ベビーゴー、終わらせるね。魔法勝負。真剣勝負だ。頑張らなきゃ。おう、今だ。
続け。勝負はまだこれから。まだこれから。ありがたく思えよ。行くぞ。今だ。手が悪かったな。そりゃ行ってきな。それ大丈夫ですか。いいぞ。
まとめて片付けてくれる。た極炎ナックル。一緒に死にませんか。一緒に死にませんか。レディーゴー。剣の道は心の道。まとめて片付けてくれる。行くわよ。甘い甘い。相手が悪かったな。早く終わらせるね。た。てや。そこだ。ほらよ。はい。はあ。早くするね。ご飯の待ちよ。ふりゃ。はあ。あの。ぴょんぴょんパーパー。あそぼうよ。花畑。遊びましょう。花畑。この。おテッド様、ありがとう。美しく咲く一輪の花。トリック。遊んで。やった。マジック。相手が悪かったな。まとめて片付けてくれる。祈りましょう。負けない。お力に。失礼します。届けます。Thank you.
疲れだ。頑張って。記録更新。パーパー遊んで。おテント様。やった。このおテント様。はなはな嬉しいです。遊んで。俺様の恐ろしさをたっぷり味わうがいい。そりゃはっ。たたが悪かったな。た。ちい。参ります。行くぞ。た黒煙ナックル。いいぞ。おいしいやろ。弱者に同情する気はないぜ。あれ、行き止まり？ここまでだな。もう逃れられんぞ。まだだよ。もっと強力なやつを呼び出してあげるんだから。バカ者！貴様は魔王になりたいのではないのか？だったらなぜ自分で戦わん？本気で魔王を目指すとほざくなら、この魔界で一番強い俺様と実力で勝負してみせろ。万が一貴様が勝ったら、魔王だろうとなんだろうと好きに名乗らせてやる。いいんですか殿下、そんなこと堂々と言っちゃって。まぐれであの子が勝っちゃったら天使が魔王ですよ。前代未聞ですけど。勝てたらな。まず無理に決まっているだろう。どうしても戦わないといけないんですか？あんな小さな子供相手に。子供扱いしないでよね。あ、ごめんなさい。そうしないと魔王になれないなら、私も覚悟を決める。全力で戦わせてもらうからね。意外に手強そうですけど。大丈夫ですかラハールさん？多分な。
感が増してるよ。それえい、はい、行くわよ。我ただ突き進むのみ。弱者に同情する気はないぜ。バサバサ。コテンパンにしてあげるわ。まとめて片付けてくれる。癒しましょう。剣の道に終わりはない。そこ行ってきな。それえい、これで俺様の名が知れ渡ったな。
やめだ。なんで私はまだ戦えるんだから。強がらなくてもいいですよ。もうそんな力残ってないですよね。それはその程度で魔王になろうなど肩腹痛いわ。俺様の気が変わらないうちにとっとと天界に帰るんだな。やっぱり私にはまだ魔王は無理だったのかな。悔しいけどお兄ちゃんにかなわないんじゃ仕方ないよね。おい、そのお兄ちゃんというのはよせ。気持ち悪くて体が痒くなるだろう。妹の私はお兄ちゃんを何て呼べばいいの？は？ちょっとあんた、変な冗談はやめなさいよね。冗談なんかじゃないよ。私は魔王クリチェフスコイの娘だから、お父さんの後を継いで魔王になったらハールお兄ちゃんの妹ってことで間違いないでしょ。そんなことが信じられるか！ラハールさんに妹？じゃあシシリーさんが魔王の座を代わってほしいって言っていたのも。お父さんの後継ぎなら私にもその権利があると思ったんだよ。そういうことだったんですか。私は負けちゃったんだしね。おとなしく天界に帰るよ。ダメですよ、シシリーさん。え？せっかく兄弟が会えたんですから、一緒に暮らしましょうよ。お兄ちゃんと一緒に？何を言い出すんだお前は。天使が妹とか、どう考えても出任せに決まっているだろう。つうか、信じろって方が無理があるわよね。お願いします、ラハールさん。私だってシシリーさんの言うことが全て真実だとは言い切れません。でも、もしシシリーさんの言う通り二人が本当の兄弟だったら、このまま返すなんてかわいそうじゃないですか。だから少しの間でいいんです。一緒にいればきっと真実が見えてくると思うんです。ああ、変なスイッチ入っちゃってますよ。どうします、デンコン。まったく、面倒ごとばかり増やしおって。ごめんなさい。でももう知らん、勝手にしろ。シシリーさん、よかったですね。天界に帰らなくてもいいんですよ。本当にいいの？はい、これから仲良くしていきましょう。あの天使がクリチェフスコイ様の娘？そんなの絶対ありえないわ。クリチェフスコイ様の子供は王妃様との間に生まれたラハール殿下ただ一人。王妃様も難病にかかった殿下を救うために自らの命を捨てた。もうこの世にはいない。あの天使、一体どんな裏があるのかしら。衝撃の事実、美少女悪魔エトナはなんとラハール殿下の妹だった。お前、俺様より年上だろ。続々増える妹キャラ、毎日起きるラッキースケベ。いや、見たでしょバカ兄貴。エッチなのはいけないと思います。ついにはシシリー率いる悪の妹軍団が現れ、殿下をめぐる壮絶なバトルロイヤルに発展。妹軍団ってなんかすごいね。
こうなったら真の妹の座をかけて勝負よ。次回妹対戦エトナム層第3話、エトナと悪の妹軍団、殿下の仇は私が取る。おい、俺様はいつ死んだのだ。1話あたり